ノースリーブスの週刊ノースリーブ。ノースリーブスの峯岸みなみです。小島春菜です。高橋みなみです。いきなりですが、昨日の戦争。戦争ごめんなさいね。いきなりですが、昨日の総選挙お疲れした。お疲れした。おつおつおつ。いや、疲れた。いや昨日の第6回 AKB48 の選抜総選挙、うん、まあ、ニュースにもなっていたので知ってる人は知ってると思いますが、4位の発表するタイミングでまさか会場に野生の巨大バッファローが ねまさかでしたね。あれはびっくり。徳光さんもびっくりやってね。入り気自慢の9位が抑え込み、毒使いの声が睡眠薬に眠らせるという AKB らしいっちらしいチームワークでバッファローを制圧。どういうことだよ。よかったな、あれは。よかったよ、9位と5位がいて。毒使いの5位って誰よかった。まあ、もう、速報で言ったら、パルル。パルルか、毒使いのパルル、ね。毒使い。塩使いじゃないですか。まあ、9位は誰だったかな、カオタンとかだったかな。うん。すごかったね。よかった、お客さんにも怪我なかったからね。うん。各種スポーツ新聞の一面全部これだったよ。本当だぜ。その頃何してた？その頃？うん。あれ、うん、見てた。とりあえず私には何もできなくて、もう力不足だなって。AKB に。しかなかった？そう、AKB に本当に必要なのかなって思っちゃった、これを見てたら。無力感にね、襲われたよね、あれはね。総監督も、まあ、やることは、やれることはやってたよね。やって、本当に整備っていうか、うん、お客さんも全員ね、一回出したし。うん、ね、あれ、高見野の懸命な、あれだったよ。懸命な措置だったなと思いますよ、本当に。よかった。見ちゃないしたの？まあ、私も見ることしかできないじゃできなかったんだけど、うん、まあでも、ちょっと盛り上がるようにガヤ入れたりとか。ちょっと。ガヤ？うまい。あ、うまくみたいな。ちょっと入れつつね。プロ魂だね。生放送、どんな状況でも生放送はしてるから。いろいろ。プロ根性が声とかも入れてみた。うん。まあね、ゆっくり順位のおさらいや総選挙の感想、裏話とかを喋ってもいいのですが、AKB48 の内輪話ばっかりしててもラジオ付けで聞いてくれてる人にとっては関係ない話。まあそうだね。そうだそうだ。どうせファンしか聞いてないよとか言うでしょ？だったらそんな番組、公共の電波に載せてんじゃねえよっつう話。どういうことなんだっておい。何が言いたいかって言うとだ。まだ5月っていうね。今日は6月8日だけど今日はまだ5月っていうね。察してください。起きてない現象について喋れるわけないですから。もうリスナーに察し。最初はちょっと頑張ってみたものの、このままじゃ無理だなっていうので。ね、これで広げるのはね。本音でぶつかってった方がさ、うん、いいからね。ということで、総選挙の次の日ですが、最近のフリートーク、うん、話していこうかなと。うん。情報はないんだよね、何も。最近。そう、いつもここに書いてあるんだけど、今回情報なしです。ない。ある？なんか最近したこと。最近したことは、なんだろう？待って。仕事ばっかり？仕事してますけど、面白い生態みたいなの見つけて教えてもらって。生態なのか分かんないんだけど。あ、なんか。体を整えるスピリチュアルな感じ？いや、なんかね、骨もね、どんどんやっぱ生きていくと、むくんできて、うん、骨がちょっとずれんだって。うん、なんか、頭蓋骨とかもいっぱいいろんなパーツの骨があるんだけど、うん、ちょっと隙間が出てきて、うん、顔がでかくなったりするんだって、うん。あ、それを全部骨をちょっとずつずらして、元の形に戻すってやつで。うん、あのね、自分のね、骨のね、歪みにビビったよね。びっくりした。左の骨盤が上がってて、前に出てて、うん、だから腰痛かったんだなっていう。治るのそれね。誰の紹介？クミッキーに教えてもらって。クミッキー。うん。クミッキーとマリモちゃんっていう子にね、教えてもらったんですけど、ね。そうね。そう、言ってんの今。ちょっと結果が、いい結果出たらご報告しますよ。いや。いい結果？高見菜高見菜の骨。骨に高見菜の骨にいい結果がもたらされたらね、ご報告しますよ。でも本当に首とかさ、超ずれてんだよね、確かね。そう、やばいのよ。首がすごいずれんの。首ボキボキって鳴らされたからね。そう。だってね、ここ。あ、大丈夫だ。あれ小島さん、誰触っただけで分かるんですか？あ、大丈夫。ここがね、下がってるとね、超やばいんだよ。私大丈夫？うん、大丈夫。だから、ここ上げた方がいいの、すごい。こうやってやってください。あ、よくやられるもんね。そう。この首の上の、と頭の、なんていうの？付け根。確かに、ここなんていうの？あ、うなじ。あ、うなじの上ね。うなじの上に。うなじの中で一番上ね。そう、骨っていうかなんかが下がってきてると、すごい疲れやすいから、これを上に。え、ちょっと、上げる。見てもらっていいですか？触ってみてよ、高めなのも。でも行ったんでしょ？行ったよ。でももう1週間経ってるから。まあね、でもそうかも。まだ2、3回目ぐらいでちゃんと出る。あ、ない。何にもない。なんか骨とか。私の骨は？何にもないよ。私の骨は？それやばいの？やばい。これやばい。やばい。
い怖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 い。同じ、同じない。同じはあるわ。どういうことや、首がないことだよね。にゃんにゃんは？あ、私は何したかな。最近ね、うん、歩いてるのすごい。歩いたり、今度自転車買いに行こうと思って。どこ歩いてんの？どこに、どこ歩いたら会える？どこ歩いたら会えるじゃねえか。表参道とか、どっか行くとしたらなんか、なんだろう。どっか行った帰りに、なんていうの？あ、普段はタクシーとか乗るような距離を歩いてるとか。そう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 。そう、歩いたりしてる。30分とか？そう、お店からお店までとか。でも、いいチャリンコってなんかいい値段するんでしょ？うん。いくらぐらいすんの？いくら持ってったらいいの？え、なんだろう。なんか下手したら10万とか超えちゃうんですよね、いいやつって。愛車な。で、しかもそれすっげえ盗難率高いだって。え、そうなの？じゃあもうボロっちい。やつでいいんじゃない、うん、でもママチャリしか乗れなそうだからママチャリでいいかも。確かにニャンニャンがちょっと前のめりであれ乗れるとは全く思う。ギュインって言うから車道走んなきゃいけないんでしょ。あ、そうなの？すっごい怖くない？怖くね。乗らないかも、もしかしたら。気をつけてね。うん。見てる、事故るの、ほんと。うん、だから見つけても喋りかけないでね。なんで？だって怖いじゃん。どういうこと？あーって言ったら嘘じゃん。そう、よそ見しちゃうかもしれない。じゃあ、表参道で春の見つけてもファンの人は絶対声かけちゃいけない。絶対ダメでしょ。絶対声かけないでね。残念。じゃあもう勝手に写メ撮ってツイッターであげるの。やめて、やだ、絶対やめてね。私はね、うん、母の日に、ね、やってなかったから、お母さんと二人で一日ね、過ごしてね。素敵ね。一日？もう一日、昼ぐらいから。うん。お昼ご飯食べて、うん、渋谷で買い物したよ。おーい。で、夜ご飯食べて、で、お母さんにね、うん、母の日何したいって聞いたら、ミッツさんに会いたいって言われたの。おーおーおーほうほう。どう叶えたらいいかよくわかんなかったんだけど、とりあえずミッツさんに、うん、今日の夜空いてますかって言って、本当に空いてるよって言ったから、行ったの。ミッツさんの場所に、ママに内緒で。で、マンビ、すごいびっくりしてて、で、もっとびっくりしたのは、ミッツさんのお母さんもいたの。ダブル、ダブルお母さんじゃん。そう、なんか親子二組で。ダブルお母さんって何？4人でね、なんかね、お話しした。面白い、何それ。そう。ダブルお母さん。お母さん同士が大変ですよね、みたいな感じで話してた。面白いね。すごい不思議な感じだった。すごい。面白い。なんかメンバーのお母さんとみーちゃんのお母さんの分かるけど、ミッツさんのお母さんと。そう、まさかな、ミッツさんのお母さん来てると思わなかったから、逆サプライズで。あっちもきっと母の日をね、やってたんだろうね。そうそう、多分お母さんのご飯食べてて、みたいな。めっちゃおもろいよ、そういうこともありました。なるほど。まあ、総選挙についてはまた今度ね、まあ、ご実演しましょう。終わってから話しましょう。ということで、ここで一曲、大島優子の卒業ソングをここで聴いていただきたいと思います。聴いてください。AKB48 で、今日までのメロディー。ノースリーブスの週刊ノースリーブ。それではこちらのコーナーに参りましょう。峯岸みなみのこんなもんだ。出ました。はい、はい、世の中ってこんなもんだよねというメールを紹介していきます。あんまり世の中に期待しない方がいいってことを伝えるコーナーです、うん、まずは、あ、茨城県のラジオネームデメキングさん、うん、ここだけの話がそこだけで終わることはない。あー、なるほど、秘密の話みたいな。お酒の話だよって言って、その場で終わることはありえないと。うん、じゃあここだけの話してみればいいのかな。え、ってこと？今ここでここだけの話をして、リスナー半端ねえって。だからそんな聞いてるってだから言ってもいいけど、そんなこと、数十人やんのこのリスナーって。だからそれで握手会とかで言われたらやっぱりさ、広まるんだなっていうことじゃん。じゃあ合言葉にしとく。じゃあお会いした時に言ってください、リスナーは。それだとここだけの話研修にならないか。ああ、なんないか。どういう風にしたらいいんだろう。じゃあ絶対ネットとかに書いちゃダメだよって言って、うん、ネットで調べて出てこなかったら、すごいってことは。ラジオ聞いた人とここで言ったことだけを共有して、うちらだけの。それでツイッターとかネットとかに書いた人は、なるほどね。懲らしめる。うん。なるほどね。そうしよう。そうしよう。さらそう。さらそう。ツイッター。さらそう。私リツイートする。あーって。あーって。お前。ダメって。そしたらもっと広まっちゃう。そうだよ。どうしよう、わかんない。無限。え、じゃあ誰がここだけの話しますか？ある？ここだけの話。けど結構深刻な話じゃないと、やっぱり。なんだろう。本当に危機感持って、ここだけの話だよっていう気持ちで。全然ね、なんだろう。秘密事やろ。うん。
ある？あ、私、うん、ここだけの話なんだけど。ほんとちゃんと、ちゃんとね、押さないとダメだよ。絶対これ、もうここだけの話です。ここだけ。週刊ノースリーブの今日だけ。うん、初出し？初出しなんですけど、うん、もう絶対もういろんな SNS、うん、もう絶対言わないでほしいんですけど、うん、私、ソロデビューするんですよ。マジ？マジ？もう本当にこの、もう全然、もう絶対ダメなんですけど、出ちゃったら先に。やばいじゃん、それ。それで、本当にダメだった。曲とかも、今、高見菜が書いてくれてて。言っちゃうの？言っちゃうの？はい。マジで？そうなんだ。うん、これ秘密にしとこうって言ったやん。これじゃあ本当に広まったらやばいやつじゃん。本当やばいし。レコード会社激おこじゃん。そう、大丈夫かな？本当に。本当に。じゃあそれがもし誰にも広まらずに、話題にならなければ本当にソロデビューできるよね、うん、そしたら。うん、もしだってバレちゃったらさ。そう。そう、バレたら、ほんとできなくなっちゃうんで。うん、やばいね、うちの。お願いします。来たね、いきなり。なんかすげえ爆弾。うん、ある？高みな。いや、私、ここだけの話。ありそうな顔してるね。ちょっとね。うん。まず言いますよ。ここだけの話。うん。月9決まったんすよ。あー。月9。ゲスト出演なんだけどね。ゲスト。ゲストの回、その回だっけ。そうそう。え、次の主演って誰だっけ、月9。まだ出てない。次の主演はね、うん。まだ言えないのか、そこは。え、高間さん。あー、完全にバーターだ。完全にバーターだ。どんな役なの？え、なんか。ここだけの話がまあ言っても大丈夫じゃ大丈夫、うん。言わないと思うから、みんな。ほんと？うん。なんかね、中間さんの、うん、妹の友達。あ、妹ではないんだ。妹ではない。妹の友達、うん。やっぱちょっと顔立ちちょっと違うじゃん。うん、それは妹たちなんだね。いけなかったんだ。友達なんだけど、そいつがすっげえ鍵持ってんだよね。え、もう撮ったの？まあ、そちら。どんな感じ？どんな？ん？え、髪の毛を染めてこいって言われてる。うん、え、何色に？銀。銀そうなんだ。自分もそれでも内緒にしてこれないと困るね。やばい、ね。楽しみにしてるね。うん。これなくなっちゃうでしょ、これ。なくなっ飛ぶよ。わー。仲間さんも飛んちゃうかもしれないから、本当に。仲間さんにもご迷惑かけるもんね。かるから。モギプロ潰れちゃうかもしれない。事務所問題するから、これは本当に気をつけたい。うん。見ちゃう。なんか私本当にその、なんつうんだろう。笑って話せる話とか、それなんかちょっと冗談半分みたいな話とかしなくて、うん、本当に、これ本当なの、うん。本当に恥ずかしいこと。うん。うん、絶対ここだけの話ね、うん、私ね全身脱毛してる何どういうことニュアンス違う どっち何じゃあこれは本当にここだけの話、ね、でもさほんまに女性なんかつらそうなんか本当にここだけの話してください本当にお願いしますね、顔毛もやった？ね、全身だもんだって。顔毛やったよね。やめてよ、ここだけの話だから。ほんと顔毛ないやん。だって前顔に毛生えてたもん。面白がらないだよ。あと背中にも毛生えてたの。あれないやん。え、みーちゃんないやん、毛。ちょっとあるでしょ。まだ2回目だから。あー。ほんとここだけの話してください。な、これはな。次。うん。ちょっと。次、どうしよう。いいよ。さいたま市。ラジオネーム、すがっちさん。うん。歯磨き中にくしゃみが出そうになると結構焦る。出るそのタイミングで。あるこれさ、類似で言うと、マスカラした直後、くしゃみそうなると焦る。あ、全部ついちゃうよね。あ、でもマスカラするとくしゃみ出るんだよね。目になんかあるんじゃない？ってついちゃうかした。何なんだろうね、あれ。歯磨きはわかるこれ。ない？ない、わかんない。これさ、洗面台でだったらまだいいけどさ、うんもうなんかソファーとかまで来て歯磨きしちゃってる時に、くしゃみで済んだと。どうすんの？口閉じんの？口閉じ。なるの？熱い。なる。めっちゃ面白いじゃん。やってみよう。気持ち悪い。やってみようでできねえわ。あれで。あれで。ブラシしながら小よりで。そう、小よりしよう。やばい、結構大変だよ。で、若干口の隙間から出てくる。そう。垂れるよね、垂れる、垂れる。やってみよう。続いて、大分県三郎さん。スマホを仰向けで使っている途中、手が滑り顔面に当たる。あー、めっちゃ痛いよね。あれ、めっちゃ重くて痛くない？痛いよね。あとさ、鎖骨とかさ、で当たると、めっちゃ痛い。鼻か鎖骨は辛い。こんなところ。痛い。しかもなんか、ね、完全に自分しか悪くないじゃん。うん。すぐムカつかない。痛いにも当たりようのないやつね。そう。あるわ。確かに。そう。じゃあ最後ね。いちご味のかき氷さん。うん。タコは、
他の魚に足を食べられた場合は再生するけど、ストレスで自分の足を食べた場合は再生しないんだよ。え、てか自分の足食べるの？怖い。だってストレスで自分の足食べちゃうんだって。ね、どんなストレスがあるの？どこにね。タコってどんなストレス？タコの社会ってそんなストレスがあるの？ストレス社会なんだ、タコは。誰にでもあるんだなってなんか励みになるよね。確かに。考え方。捉え方よ。タコも自分の足食べちゃうぐらいのストレスがあるってこと。きついな。私たちなんてそんな、自分たちのストレスはそこまでじゃないね。手食べようと思わねえもんな。そうだよ。これからタコを見たら、なんかもうちょっと尊敬できそうな気がする、ね。尊敬する。タコ見るとき、だいたい食べるときやけどね、でも。ああ、ごめんね。尊敬の念を持って食べよう。そうだね。そんな感じだよ、こんなもん。最後それ言えばいいみたいになってる。こんなもんなんですよ。期待しないで ね、 そうね。今週のこんなもんの大賞を選んでいきたいと思います。はい、まあこれですね。今週のこんなもんの大賞は、ラジオネームいちご味のかき氷さん、うん。タコは他の魚に足を食べられた場合は再生するけど、ストレスで自分の足を食べた場合は再生しないんだよ。はっ、あ、はあ、いちご味のかき氷さん。はあ、住所がなー、アウトやって。本当は、ね、これ住所があれば私たちのオリジナルステッカーが届くはずだったんですけど、ね。最高のステッカー。けどね。そんなんだね。住所なんだな。そんなもんですね。うまくいきませんけども。じゃあ今回は？今回は、なしです。あー、残念でした。せっかく貴重な一枚だったんですけどね、これからはぜひ住所書いて送ってください。引き続きこんなもんだを送ってもらいたいと思います。メールアドレスはノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム、ノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム。ぜひ住所を書いて送っていただければ対象に選ばれた際ステッカーが当たるということで、うん、ぜひ住所を書いてメールしてください。ではここでこんなもんだリクエスト、こんなもんだニストの峯岸みなみがいい感じの選曲をします。それではこのコーナーにぴったりの曲、うん、ふっと舞い降りてきたので躊躇せずに紹介していきたいと思います。こんなもんだリクエスト、藤井隆でなんだかんだ。こんなもんだじゃないなんだかんだじゃねえか。なんだかんだってみんなって。ノースリーブスの週刊ノースリーブ、そろそろお別れの時間となりました。まあ、はい、今ねここだけの話をさっきしましたけど、うん、これどこまでねここだけに収まるのかっていうのを期待したいですね、うん、ね、それで変わってくるよね今後。うちの未来がねかかってるからね、2人の大仕事にもかかってるから、うん、あとリスナーさんとの関係性もね、確か信頼関係がなくていい番組はできないから、信頼関係あると思ってたから、うん、絶対にここだけの話でお願いします。お願いします。さて番組ではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。峯岸みなみのこんなもんな、ノースリーブの掟、小島春菜に喋りましょうシーズン2のテーマ、質問や番組の感想なども待っています。スマホでもアクセスできる番組携帯サイト裏側ノースリーブは、漫画宇宙兄弟に負けないくらい名言がいっぱい出てきますよ。ぜひメールの手続きはノースリーブサットマークオールナイトニッポンドットコム、ノースリーブサットマークオールナイトニッポンドットコム。ノースリーブスのスペルは NO 数字の 3B です。たくさんのメール待っています。来週はスペシャルウィークです、お楽しみに。それでは今週はこの辺で、ノースリーブスの峯岸みなみと小島春菜と高橋みなみでした。バイバーイ。ね、なんかねタコがねストレスで足食べてるとこすごい今、あ、本当だね。怖い。かわいそう。かわいそう。なんか守ってあげたい。どうしたんだよ、そのいい人みたいな。ボセ爆発。ボセ爆発。タコかわいそう。ボセ爆発。